すいません、私三脚を忘れました、家に。なんでー入れたと思ったのに、なんで三脚忘れたので、すごくどこで配信しようか悩んで、今のこの現在のこの位置におります。どうしましょう、皆さん忘れちゃいました三脚を。どうしましょう、ピエン、みんな。ちょっともしかしたら倒れちゃう時もあるかもしれないので、言っといてください。倒れたらやんちゃんは三脚忘れたんだぞってそう、ちょっと倒れちゃうかもしれないのですが、今日はですね、朝のツイッターでのツイートでもツイートさせていただいた、朝のツイッターでもツイートさせていただいた通りですね、なんとなんと写真集の先行カット第2弾を公開していきたいと思いまーす。イエーイ、パチパチ。あら、ホテイタンド坂道グループイコールキゲさん、めっちゃかわいい、ありがとう。なんか明るすぎる、もしかしてこのさ、電気をつけたんだけど、この電気がなんかすごいピッカピカで調節とかできないのか。あ、もう真っ暗オッケー、みんなちょうど良くなったんだけど、自分の中でよいしょ、ループリマスター、あ、私がループさせました魔法使い、私がループさせました。ちょっと明るすぎたので目が痛くって、私がループさせました。あー、どうしたのかな、うん、大丈夫だよ、ゆうちゃん支えててあげるからちょっとツイッターにシェアだけさせてほしいな。写真集の先行カット第2弾公開ペンペンお知らせも、集合集合、漢字が出てこない、まあいいか、ひらがなで、よし、おっかい、よし、はい、ということでツイッターにも投稿したんで、あ、時計、時計ちゃん、よいしょ、時計も用意したのでね、早速ね、写真集に載っている先行カットをさ、前もショールームで公開したじゃないですか。そんな感じで今回は一人でホテルで言ってきたいと思います。こちらになんとじゃじゃん、機密情報が書いてありそうな、本当にですねこの中に写真集の先行カットが入っておりますそう、めっちゃ重要そうですよ、なんかこの茶色い封筒、でっかい A4 サイズの封筒、うん、それでは早速公開していきたいと思います。タンタカタンタカタン、まず誰から公開しようかな今回のセレクトはですね、あ、もうセレクトは写真集をやってくださっている方にね頼んでおります。これかな、この一番最初の上にこちら、
はい、これでも写真集のチラ見せですから皆さんの。あ、そうだ、今回あの写真集の予約はねこちらからできるようになっておりますので、あの気になりました方がいましたらですね、この配信を見て、まずあのこの先行カットどうしても実物が欲しいとか思った方がいましたらですね、こっちの方にあるあのなんかひなつのこの写真集のなんかありそうじゃないですか、なんか上半分がアマゾンさんに飛べて下半分がセブンネットさんに飛べますので、ぜひぜひ、あ、バナー、それです、バナーがこちらにありますので、気になった方はぜひぜひよろしくお願いしますもう予約しました、嬉しい。じゃあ予約した方はちょっと23日まで、あと23日に発、あと23日後に発売されるんですけど、それまでまだちょっとね暇だぞって方は今日この配信見てルンルンしてください。はい、で行きますよ。ディディンディンディディン、1枚目の先行カットはこちらになります。じゃーん、見えますでしょうか皆さん。はい、こちらはですね制服のカットになります。ちょっと光ってますね私が、はい、チャラリラリラマジックは何も起きませんが、はい、こちらは爽やか青春カットでございます。はい、ニッコニコひなちゃんですね。あのこれそうすごくですね、あのニコニコしてますが本当に楽しかったんですよ。そう、そうやか、あら、そうやか、ゆうゆう、そうやか、そう、あの結構ね私こう前髪を大事にしてたりそうするんですけど、結構あの前髪ないぞってなるくらい風が吹いてて、この日そうビュービューの中、あれなんですよ、あの海が見えると思うんですけど、ここに海風がすごい強かったんですよね。そうだからちょっと前髪が自然な感じになってたり、あとすごいナチュラルメイクです。そしてメイクも見せていく、すごくナチュラルメイクなひなちゃんになってます。ニカニカニカってなって本人が真似する。かやまちさん、くまありがとう、くま、そうなんですよね、青春を感じるカットになってますね。すごく今回ちょっとやっぱ光邪魔かな、これあっても大丈夫これ光落としたバージョンもピカピカしちゃってさ、おお急にあ、でもなんかこれもなんか反射するな、どっちみち反射するな、ちょっとなんか明るくしていただいて、はーいはーい、こんな感じですね。制服で撮影していることをですね、あの TikTok の方でもね結構載せてるんですけど、そうあの結構本当に青春って感じの写真をすごく撮っておりますので、あのこちらもね青春って感じで撮ってます。はーい、かわいい、嬉しい。そうちょっとどうしようかな、なんか他はもう全部なんかちょっとこんなのショールームで写しちゃってひなちゃんバンされないっていう感じのカットになってるんですけどちょっとどうしようか、あのバンしないでください、ショールームさん、バンだけはやめてくれ。よし、これ言っといたのね、多分バンされないそう、え、言っとくもん勝ちだから、やっぱ
これ今写真集なので、あの番だけはちょっとすいません、肌色が多いんですけど、ちょっとあの番だけよし、みんな通報ダメよ、え、通報してるの、みんな通報はダメよ、あかんって、それだけはやめてくれやな。じゃあ続いてのお写真に行きたいと思います。これちょっと見せるの恥ずかしい見せるの恥ずかしい、ためらっちゃう、ためらっちゃうけど、ためらわない、またためらわない、ここで見せるんだ。さあ2枚目を行きたいと思います。2枚目もこれはですね、初めてみんなに見せる衣装になります。衣装なのかしら衣装です、はい。ではでは、じっくり見せていきたいと思います。今回はちょっとあちらあちら、あら赤いって言っちゃった赤いって言っちゃった、え、見たいのみんな、え、あらーってみんなちょい見せあらー、いやどうしようかなー、あーどうしようかなー、すごいセクシー、ここだけ切り取ってもセクシー、今のと大丈夫、これ以上ちょっと、あーちょっとどうしようかなー普段みんなに見せないからさ、すごいちょっとあれなんですけど、じゃあ見せていきたいと思います。ダダダダーン、じゃーん、こちらは洗面所にいるひなちゃんです急に普通になっちゃう、洗面所におるひなちゃんになっております。はい、こちらなんですね、おちり、もうおちりって感じ、おちりですって感じ、写真になる、ひゃー、ひゃー、おちり、やだみんな、え、バンされたえ、きっと私バンされたわね今、えなんかみんなからのコメントが、あの、バンされたーって返ってきて、本当にバンされた、ちょっとツイッターにセクシーすぎて、よし、これでみんなまた来てくれるかしら、ダメだったみたい、みんなごめん、なんかやっぱおちりはダメだったか、そうだよね、やっぱおちりはダメ、不健全だよね、ごめんなさい、そうだよね、おちりはダメだったか、そっか、上だけならいいかな、じゃあちょっとさっきのカットの上だけを見せていきたいと思います。はい、こういったねカットになっておりました、すいません、本当にあのおちりは今度また見せますあの今日のね、そう今日のあの SNS にてまた言うんですけど、見せますんで、はい、ちょっと上だけで勘弁ということで、はい、これはね、新しい、皆さんに見せるのには新しい黒ランジェリー衣装でした。これはね、いろんなカットまだまだあるんですけど、この衣装で結構、あのすいません、なんかまたバンされたみたいなんですけど、あのお願いです、あのショールームさんの本当に
写真集のその先行カットだけちょっと見せてほしいかなって思うんですよね。うん、この間見せた時良かったじゃないですか。あの今日厳しいかなってちょっと今日なんかちょっと厳しいんじゃないかなって思うんですよ。うん、ねえ、この間も結構見せてましたけどね、大丈夫だったじゃないですか。はい、ちょっと厳しいかなって思うんですけどダメですかね。お願いします。すいませんね、あの本当に、うん、そう、お願い、本当にお願いします。今日だけは今日以外もうしないから、しないからさお願いします。ちょっとテロップだけ出せて、よし、よし、みんなもお願いしといて。いや、じゃあ今日だけはって、みんなでお願いしてる今日の晩飯ってちょっと厳しいよってみんな言っといて もう目つけられてる。そんなことないもん。どうしよう、みんなに見せれそうな写真が。じゃあちょっと答えでいけたかな、いけるだろうっていう写真を準備しましたよ。はい、こないだ行けたかな、これショルムさん、これこないだ行けたんですよショルムさんにもうみんなにじゃなくてショルムさんに話しかけてる。ショルムさん、これもこの前だ行けた写真なんで、この衣装の写真、この間行けた写真なんで、これ行けると思うんですよ絶対に。うん、よし、それではだから皆さんが大好きな、大好評だった衣装になります。こちら、じゃじゃん、バニーちゃんの衣装になっております。あ、これ結構白くってみんなに見せづらいバニーちゃんの衣装になります。はい、ちょっと近づきますかこれね、耳が、あ、ちょっと耳も見えづらい。この印刷がですね、ちょっと荒くて、であ耳が見づらいぞっていう感じなんですけど、あの耳ついてます、あのこの辺に耳がありまして、はい、こちらツインテールにしたんです。ごめんなさい、あのですね、ちょっといいですか、お話しさせていただいても。皆さん、あのですね、今回あの写真集のその先行カットを皆さんにお見せするっていう形でショールームしようと思ってたんですけれども、あのこの間ね、あの写真集のそのこの発表した時の先行カットが見せれたから、あのちょっとこちら側で、あのその油断をしてしまってはい、ちょっと監視のね、やっぱ目があるのでできないということになってしまいましたのですが、ですがですよ、あと30分後の23時になんと、ここからはこちらに書いてあるお知らせの話になるんですけど、23時にですね、よったひなの写真集の特設サイトがオープンします。イエーイ。はい、そこの写真集の特設サイトで、あの今公開できたやつも公開できなかったやつも写真が載っておりますので、まあ、そっちの方がね綺麗に見えますし
そう、画像の保存もねバッチリできちゃうみたいな感じですので、23時になったらですね、特設サイトオープンされるので、それもまた私が SNS にてこのサイトだよって言いますので、はい、23時までちょっと写真は待っててください。そう、申し訳ない。そう、なんかね、本当はね、そう、皆さんにショールームでこう見せたかったんだけど、こう前回みたいに、でもちょっと監視の目があるぞってことで、あと30分間じゃあちょっと写真集についてのお話をしようかな。本当はねもう一個ねみんなに見せたい、いやもう2つあったんだけど、そう、あ、顔だけの話してもいいかな。怪しいかな、これやだな。だって顔だけ見せてバーされたらひなちゃんもう泣いちゃうかもしれないからな。もう顔が NG じゃん、もうそんなのみたいなね。って感じだから、そう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 、ちょっと悲しくなっちゃうから、そう、ちょっと私 見せない、うん、責めないから、うん、だってもうバンされたくないし、もうバンされたくないし私。ドドドドリーさん、レモンスターありがとう、キラキラね、せやでせやで。そう、まあ、あと2枚はまあこんな感じのカットになっておりました。真っ白完全にバーされとる。こんな感じの2枚になっておりました。はい、こちらがですね、特設サイト23時からオープンされる特設サイトにて公開されますので、はい、そちらをよろしくお願いいたします。はい、今回ね、特設サイトにはですね、新しく最初のも用意してと、あ、これはこれはさすがにいけるよね。はい、これね、これ制服ですから。ちょっとソウルさんにこれはさすがにいけるよね。彼このね、ニコニコの制服ひなちゃんと、あと、はい、これとこれの、バニーちゃんの方と、あ、危ない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 、ちょっと今チラッとなっちゃったので、ちょっと怖い、このね、黒ランジェリーひなちゃんと、はい、あとこちらの公開されてないんですけど、赤いビキニを着たひなちゃんと、あとこちらビキニじゃないんだよ、これなんて言うんだっけ、なんか違う、ビキニじゃない水着を着たひなちゃんと、こちらもう大胆セクシーショットになっております。はい。そんな感じでね、いや本当にちょっと申し訳ない、過激ですいません。うん、これ23時間の特設タイプ楽しみになりましたね皆さん。いやー楽しみだな。なんと特設サイトにはですね、皆さんがすごく、ひなちゃんこれ欲しいなーって言ってたやつ、写真集の言ってたやつも公開されます。それも言っていいのかしら。いやでも言ってもいいって言ってたな。そう、写真集あれじゃないですか、普通のひなの写真集、こちらでね、あ、こっちか、こちらに予約できるんですよ。このバナーを押したら予約できるんですけれども、その写真集特設サイトにはですね、なんとカキ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 サイン入りの写真集を申し込みましたり、なんとトーク会オンラインの終わりましたりするんですよ。そう、やばいぞー、いんなー、何冊でもゲットしてくれるよなみんな。今日見せれる写真これしかないから、これだけとりあえず見せとこう。そうだぞーみんな。
待ってましたか皆さん。いや嬉しい。一人でねなんかサイン会をしたりトーク会をオンライントーク会をしたりするのは初めてなのですごく嬉しいですはい、そうなんですよ。まだね3時3分だね。23時がちょっと待ち遠しいんですけど、そうそうですよ。もうこれは絶対皆さんにはねもういっぱいゲットしてほしいですそうやっぱりゲットしてほしいですので、はい。どこのサイト、まだサイトちょっと公開されたら23時になったら特設サイトをオープンする予定ですので、そうちょっとまだ公開されてなくてごめんなさいって感じなんですけど、本当はちょうど写真をいろいろ紹介していい感じのタイミングでこれを言うの予定だったのでシュン、ひなちゃんシュンになっちゃうからちょっとそう待機していただいてください皆さん。はい、結構みんながねサイン本、サインが入ってる写真集欲しいって言ってくれてたので、それができて嬉しいです。はい、うんうんうんね、そうこっちで頼めるのは普通にこう発行されている写真集ですが、その岩田ひな特設サイトで買える写真集は岩田ひなが触れた写真集ですので、特別、一冊一冊が特別ですよ。うん、そうオンライントーク会もまだ私も詳細はよく知らないのですが、多分ですがオンライン話し会のような感じなのかなと思うので、はい、ねえ話したことないよっていうこともぜひぜひ写真集の感想やねえここのカットが好きとかねえ、やだ写真集の撮ってる場所聖地巡礼したとか山口出身だよ俺みたいなねえ話でも全然してほしいなと思います大好きってきた、大好きだひなちゃんも、うん、なんでもいいんですけどお話はできればできるほど嬉しいので、たくさん話しましょう。うん、他でも予約したけど特設サイトからも買うって嬉しい。そう特別ですから、特設サイトのものもいっぱいゲットしちゃってください。やっぱ保存用、乾燥用、あと寝る前に見るよ乾燥用じゃないんかい朝見るよ、昼に見るよ。布教用も20冊ぐらいいるんじゃないですかね定番の坂井シーラープイコールキュウさん、パパガパーン、ありがとう。あと枕の下に入れるよ持ち歩きよ、お風呂で見るよ、お手洗いで見るよはい、どうですか皆さん。うん、あ冷凍用、あ大事大事大事、冷蔵用冷凍用リビング用キッチン用、あもう大事です、全ての用品で岩田ひなの写真集をねぜひ見てほしいなと思います。うん、いろんなところにね、はい、永久保存版よ
一生見ないのそれ。ちょっとそれは悲しいけど。そう、茹でるよ。茹でないで。ちょっと茹でられるのは悲しいな。せめて干し物、干し物にするよ。カラッカラに天日干しして。せめて、うん、やだな、茹でられるのはちょっと。すけさん、ありがとう、ありがとう。防弾チョッキにします。でも硬いですから、やっぱ写真集分厚くて防弾チョッキがいいかもしれないです。ご専用に、じゃあ防弾チョッキをご専用で。はい、大喜利始まってて、くさ写真集の用途はやっぱたくさんあるので、こう皆さんコメント欄にある通り本当にたくさんありますので、ぜひぜひ。あ、来年の自分の誕生日を、え、いいですね、それ。毎年自分の誕生日用に買っといた方がいいかもしれないですね、やっぱ。うん、毎年誕生日が来たらこれを読むみたいな感じで、一年に一度の開封いいかもしれません。うん、そう、やっぱひなちゃんのこう写真集を見ると、幸せになれちゃうぞーって、ニコニコになれちゃうぞーっていう写真集になっておりますので、あの皆さんぜひ、はい、23時からオープンされる特設サイトの方にて、いろいろな特典がまた公開されますので、ぜひぜひチェックよろしくお願いします。あと何分だ、あと20分、あと20分どうしようかな。うーん、じゃあせっかくなので写真集の裏話をしていこうかしら。いっぱい話したいことあるんですけど、何の話しようかな。あ、ひらぴよさん、かわいい、ありがとう。そう、裏話何しようか。あ、そう、私今回のその写真集で、この間さ、もうなんかいろいろやりたいことがあったので、私この写真集出したいっていうこう夢があったから、もうしかも出したいものもこう決まってたので、そうそうだからね、こうやりたいことをいっぱい書いて送ったんですよ。こういうこうこうこういうことしたいみたいなこといっぱい送ったんですけど、あの最初に、あの岩田さんこういうのどうですかみたいな感じで言われていたのがあって、それがここにもあるこちらの制服のカットを入れるのはどうですかっていうのがまずあって、それはひなちゃんがあの今19歳で、あと何ヶ月後2月まで何ヶ月後だあと何ヶ月かしたら誕生日が来るので、それで二十歳になっちゃうんですよ。10代のうちに出せる写真集にはやっぱりこういうなんか制服のカットがあった方がいいんじゃないかっていうことで、もうそこはひなちゃんも大賛成で私も制服のカットは絶対に入れたいと思ってたんですよ。もう利害の一致って感じ4ヶ月後か、あとあっという間だろうな、きっと。そうなので、この制服カットで、しかも海でもうキラキラした感じに撮りたいみたいな言ってて、もうそれもね、もうすごくかまっている写真集になってます。うん、そうですよ。なのでやっぱ10代のこのひなちゃんの制服が見れるのはこの写真集でしかない。うん、そうですよ皆さん、これ貴重です。はい、10代のひなちゃんの制服姿はこの写真集でしか見れない。ちなみに私 JK に見えるって言われながら撮られました
絶景ですよ、もう。なりきってますかな。はい、やつなりきってます。 JK になりきって撮りました。いつだって心は JK。 うん見えるって、ほぼ JK 本当にマジ JK マジ JK。 留年したい、留年してない、留年してない。ちゃんと卒業したんやけど、そう、写真集にはなんと10代のひなちゃん残そうということで、制服姿のひなちゃんが見れます。これ 大貴重ですよ。これ、この笑顔を見て買わないんですか、あなたは。このひなちゃんの笑顔を見て買ってくれるよね。ひなちゃんの写真集、君は買ってくれるよね。信じてるからね言ってますかな。うん、ぜひぜひぜひよろしくお願いいたします。うんそう、あちりが見たいので買います。あもうあちりはまたあの特設サイトでね公開されますから、そう、このあちりもっと見たいぞと思ったら、あのぜひあのこのカットじゃないおちりがもう綺麗なおちりって写真ありまして、それはちょっと先行カットに出すのももったいないぞということなので、ちょっと写真集でしか見れないと思うんですけど、また第3弾先行カットがあったらちょっとわからないですけど多分ないと思うんですけど、綺麗なもうおちりですっていうカットがあるんですけど、そこ結構私のお気に入りプリキッズポイントですので、この黒ランジェリーの時のプリキッズ写真みんなに見てもらいたい。うん、もう本当にこんな感じ、絵に描いたようなこれ。はい、ぜひ楽しみにしててください。これもバーサレそう、なんでやねん。これは別にバーサレんやろ、桃やんそうそうそう、え、そう、これ見せたいもん本当にみんなに。うん、見てこのおちりっつってね、すごくおちり、うん、もう桃みたいなおちりなんですけど、はい、これはちょっとあの特設サイトでもまだ見れません。写真集にてぜひぜひ見てください。うん、そうなんですよ、私結構あのプリキツなので、はい、みんなが思ってる以上にプリキツなのでね、ぜひぜひ。やんさんのこの写真集の見どころ的にはですね、肌が結構私白いねって言われる方なので、肌の白い感じと、あと結構私あのなんて言うんですかね、こうミチュとかにもスクリーンズみたいって言われるんですよ。すごいなんか全身がこうこの辺を触れてスクリーンズみたいって言われるぐらい、ここだよなんかすごいスクリーンズみたいな感じのこのあざとボディって感じそう、なんかあざともちもちボディみたいな感じ、そう、もうぜひ見てほしいなと。はい、え、絞ったんですけどね。うん、いや本当に絞りましたよ本当に絞りましたよ。私結構ウエストとか自信ありますし急にそう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 、うん、そう、あとですね、私背中のなんていうんですかね、ここ背中の線がここちょうど真ん中にもうすぐ線が入っているので、そこにもぜひ注目してほしいなと思います。はい、なんていうんですかね、ここ背中が私綺麗なんですよ急に急に自己
自己満足な発表になってますが、恥ずかしいな、なんか。あ、ミルくん、めっちゃ可愛い、ありがとう。そう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 。こう背中のこのここに入っているこういう線をぜひ見てほしいなと思います。うん。ちょっとここではね、ちょっとこの背中は分かりづらいんですけど、もうちょっと分かりやすいあの写真がきっと写真集に載ってるんですけど、載ってるんですけどきっとっていうか、そう、そうそうそう。背中のラインもね、ぜひ見てほしいなっていう思ってます。うん、まあ、あとこういう感じのお尻の、もうこれって感じのお尻そうそうそう、かな、やっぱ注目ポイント、皆さんの頑張った用ポイントでした。はい、お尻、桃はですね、ヤンちゃんの桃の写真はね、どうだろうな、でも結構ね、桃だなーっていう写真あります。うん、この黒ランジェリーじゃなくて水色のランジェリーも着てるんですけど、その水色のランジェリーですごくあのちょっとみんな一回想像してくださいね、あのなんかこうこういう感じの、はい、わからないね、うん、ごめん、伝えられない、うん、そういう写真があります。はいそう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 、こうこんこんなんかこう なんて言ったらいいんだろう、こうあります、はい、想像していただいてすいません、はい、なんかわかるかな、わからないかそう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 、あ、そう、え、そう、よくわかったね、上がってるってことかしら、そう、上がってる、お尻が上がってるぞっていう感じのカットがあって、私もそこのもうお尻の写真の大きい写真がございます。はい。うんうん。ね。そうそう、そういうことが言いたかった。まあでもちょっとわからないよーっていう方が多いと思うので、23時からオープンされる特設サイトにて、はい。ぜひぜひ写真集を予約して。こっちでも特典がいっぱいついてるんですけど、サイン本だったり、あと生写真ブロマイドだとかもあったり、あとあのひなちゃんのボイスメッセージもあったりするんですけどねこれたまげた、うん、ボイスメッセージもあったり、動画もあったかな、あったり、あとあと何だっけな、あと何だっけ、なんて言ったっけ、ひなちゃん、あ、トーク会だ、オンライントーク会もあったりするので、うん、ゲットしてほしい、ボイスいいでしょ、ひなボイスっていうのをツイッターで投稿させていただいてるんですけど、そうなので今回ちょっとボイスをボイスが、限定ボイスがついてくるぞっていうのもあります。そうそう、あ、ひなボイスファンです、あ、もうひなボイスファンの皆さんはぜひゲットしてほしいな、うん、今回はですねモーニングボイスが入ってるのかな、ちょっとわかんない、ちょっとこれちょっといろいろ一応撮ってはいるので、ちょっとどれが選ばれたかちょっとわからないんですけれども、お休みボイスかモーニングボイスかのどちらかが入ってるちょっとまた特設サイトがオープンされたら見てみます、一緒に、はい、うん、抱き枕にひなボイスやばいね、ちょっと抱き枕にひなボイスをゲットされた方がいましたら、ちょっとあのもう毎日安眠状態、うん、毎日いい夢が見れる状態になってしまいます。
そう、10月17日までね、あの特設サイトの方じゃなくて、今やった日のあのイベント、写真集イベントがあるんですけど、そっちにはねアクリルスタンドがついてくるやつもあるし、あとタケマクラがカバーがついてくるやつもあるし、あの写真集の普通のやつとは違う特別のこの会場限定の表紙のバージョンがついてくるやつもあるし、あとネックピローがついてくるやつもあるし、あとそれかそれだ、あとこれは全部ツーショットも一緒に撮影できるようになってて、あのひなは一部二部がなんと二十歳になるということで、それを先取りのお祝いとして可愛い振袖を着る予定なんですよ。そう、振袖ツーショットっていうのはもうここでしかできない、このイベント限定のひなちゃんのひなちゃんとのツーショット撮影になるので、これはお得お得ありますし、3部ではなんとメイドさんになっちゃうので、そう、ちょっとまた私はみんなに会うまでにまたダイエットしないといけない急に現実、ね、そうなんですよ。だから1部2部寄り添いのひなちゃんと会って、3部でメイドにひなちゃんと会う、もう1日に何度美味しいんだろうかっていうイベントが行われますので、そちらは10月17日までですよ。あと1週間後までなので、ぜひぜひそちらの方の予約もよろしくお願いします。そちらはですね、ひなちゃんのインスタグラムのハイライトだったり、ツイッターだったり、ツイッターはちょっと固定ツイートにはしてないから見えにくいんですけど、あとひな写真集イベントって検索したら出てくると思いますので、はい、当たるように祈ってますよ。皆さんが本当に待ってまーす。うん、ワクワクドキドキ、みんちゃんワクワクドキドキだよ。そう、あと3分、あ、本当だ、じゃあと3分なので、私特別サイトツイートとかをしないといけないので、じゃあルームは終わりますよ。ちょっと今回ね、本当は写真何枚か公開する予定だったんですけど、ちょっと1枚だけしかちょっとセクシーだぞっていうことで1枚だけの公開になってしまったので、このあと3分後に公開される特設サイトにて、あの見れなかった写真も載っておりますので、全部そちらでちょっと見てくださいね。ではではランキングを読みます。13位すけさん、すけさんのことが好きなさん。12位ひろぴよさん、ひろぴよさんのことが好きなさん。11位たまきさん、全力で頑張るひな、ん、なんだろう、ひなちゃんに全力の好きを送り続けます、やったー、いっぱい食ってね。なになに何よ、楽しみみたいな感じかしら、待ってるわね。で、ん、9位か、9位生徒教太郎さん、ダンサレ、あ、ループする、本当に、あら、ループしてる、おかえり、おかえりって来たけど、あれ、ただいまみんな戻ってきてる、大丈夫、え、ごめん、なんかループしたらしい、ちょっともう一回読むね。13位すけさん、すけさんのことが好きなさん。12位ひらぴよさん、ひらぴよさんのことが好きなさん。11位さむきさん、全力で頑張るひなちゃん、お全力で応援するぜみたいな全力でいっぱい好きを届けてね、これからも。そして、次、ドドドドリンさん、写真集
さーさーなんだろう、さらに楽しみになったそう。わもう楽しみになるよきっと、特設サイトを見たらもっとき、セントギョタロウさんバンされるくらいミラクル的なひなちゃんだから大丈夫。あ、ありがとうちょっと悲しかったけど、しゅん8位はなちゃん、あと大好きなそう、じゅん7位おばちゃん、ずっとそばにいるよみたいな感じかな。いてね。6位ポンタさん、これはポチリマスだな、これは絶対マス見えてないけど。5位ペロペロチーノさんペペロンチーノさんのことが好きなさん、4位大阪46 LLC さん、渋谷、あ、渋谷のそう花は誰のもののやつね、ぜひ見てくださいね皆さん。3位ザザザザッキーさん、あふれーあふれーあふれる感情が止まらない、ちょいちょいちょい、なら、ラブラブラブ。2位メイルくん、今日誕生日メール届いたよみたいな感じかな、これは。お誕生日おめでとう、お誕生日なんだ、明日はミーヒンの誕生日だから、私はミーヒンを祝うよこれからでは、その前にメールくんのことも言わんね。会えたー。ステッチが、トロロロパパーン、ホテトンの坂道グループ、イコール駅伝さんでーす。あ、おめでとう、ちー。よいしょ。よいしょ、よいしょ、ちょっと、コメントが来ないけど、大丈夫そう。大丈夫そう。って言ってくれてたのね、こちらこそ来年もまた呼ばせてね、よいしょ。はい、ということでちょっともう11時になっちゃったのですが、特設サイトねもうオープンされてるので実はもう見つけたよっていう方いるんじゃないかな、いないかな、まださすがにはい、私はこの後ツイッターにて投稿しますので、インスタグラムもハイライトじゃないストーリーにて公開しますので、はい、拡散しといてくださいね皆さん。はい、 URL 送るんでね。それではこの後はツイッターインスタグラムで会いましょう今日ショールームで公開されなかった先行カットも公開されてますので見てね。あと写真集のサイン会だったり、オンライントーク会だったり、ボイスメッセージだったりの特典も新しく公開されるので絶対見てね。じゃあおつぴよでした、またねー。